早速ですが、今回は尖閣諸島問題を詳しく見ていきます。アメリカがついに動き出しましたね。日本も動く時に来ています。北京五輪、前に動いた方がいいのでは。2021年2月25日、中国海峡局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議において、日本政府は外国の公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合には、海上保安官がその艦船や人員に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるとの考えを示し、海上保安庁法における解釈を明確にした。この2日前の2月23日に、アメリカ国防総省のカービー報道官が、尖閣諸島周辺において、中国海峡局の艦艇が、日本の領海への侵入を繰り返すことについて触れ、中国海峡局艦艇の行動は、誤解を招き、物理的な損害を双方に招く恐れはあるとして、中国政府に対して非難するとともに、尖閣諸島における挑発行為的を直ちに中止するように要求していた。さらに、カービー報道官は、アメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持するとして、日本国内では尖閣諸島における日本の主権をアメリカが認める形の発言として好意的に受け取られた。このカービー報道官の発言を受けて、24日、中国外務省の汪文斌副報道局長が、記者会見において、釣魚島諸島、尖閣諸島の中国名は、中国固有の領土であるとして反論し、さらに、アメリカと日本による安全保障条約は、東西冷戦時の産物であり、第三国である中国の利益を損なうことは許されず、東シナ海地域の平和と安全を脅かすことは許されないと主張して、アメリカと日本を牽制した。この流れを受けた上で日本政府から出たのが領海侵犯を企てる中国海峡局艦艇への危害射撃容認の発言であったのだが、喜びも、つかの間26日に、再び記者会見でカービー報道官が23日に、尖閣諸島の主権が日本にあるしたごとの発言を訂正し、尖閣諸島の主権をめぐるアメリカ政府の方針はこれまでと変わらない。として、これまでアメリカ政府が尖閣諸島について日本の施設権は認めるものの主権はうやむやのまま領土とまでは認めないとしていた立場が継続されるとしたのだった。カービー報道官は、さらに、両国の首脳による電話会談で確認された通りに、日本の防衛へのアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであるとした。これらの応酬は、2021年2月20日と21日の2日間にわたって、中国海峡局艦艇が、尖閣諸島の領海内に侵入したことを受けたものであるが、その後も尖閣諸島周辺の接続海域への侵入が断続的に続いた。東京オリンピックの期間中は一時おとなしくなったものの、秋頃から連日の中国海峡局艦艇の連日の接続水域と領海への侵犯は続き、11月19日には4隻の海峡局艦艇が領海に侵入して、2021年では31回目の領海侵犯を数えたのである。実は、その領海侵犯以前の11月9日に、航空自衛隊の那覇基地所属の UH-60J ヘリコプターやアメリカ空軍の CV-22、オスプレイと MC-130J 輸送機などが、石垣島や宮古島などの先島諸島北方の尖閣諸島に近い海域において、捜索、救難訓練を実施し、尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いたものとして話題になっていたのであるが、中国海峡局が一度に
4隻もの艦艇を領海侵犯させたことは訓練への牽制であろうと見る向きが多い。石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島の行政区分は沖縄県石垣市に属し、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖ノ北岩、沖ノ南岩、飛瀬などの島嶼である。かつては、鰹節工場があり、日本人が在住していたが、1940年以降は、すべて無人島となっている。現在、久場島とその周辺にある小島は、私有地で、その他の島嶼は、国が所有しており、久場島と大正島は、日米地位協定に基づき、アメリカ軍に提供された形になっている。日本は、1895年1月に、尖閣諸島を沖縄県に編入して以来、領土として支配していたが、太平洋戦争での敗戦によって、沖縄がアメリカの統治下に置かれたために、行政権が停止された。1951年9月のサンフランシスコは平和条約において、日本は台湾とホウ、湖諸島の領有権を放棄した際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本の領土として認められながらも、アメリカの施政下に置かれ続けることになったが、中国と台湾はこのことに異議を唱えず、形の上では日本領であることに同意している。1971年6月にアメリカと日本が尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄返還協定に署名して、1972年に日本に返還されたのであるが、その直後にそれまで尖閣諸島については触れたことがなかった台湾と中国がそれぞれ自国に領有権があるとして主張を始めたのであった。台湾の主張は、1895年に締結された日清戦争後の下関条約によって、台湾と尖閣諸島など島嶼群が日本領となったが、サンフランシスコ条約によって中華民国に帰属された。そのために、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したことと、中華民国である台湾の領有権とは別であるとした。一方、中国、中華人民共和国は、尖閣諸島が、明治時代の古文書に記されているほか、中国大陸の歴代王朝の君主は、その領土に尖閣諸島を含めてきたとして、それまで、中国国内の教科書に、尖閣群島と記載してきたものを、1971年12月に発した尖閣諸島の領有権を主張する声明に合わせて、上魚隊列書と表示を変更するなどしている。台湾と中国が1971年に突然尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、2年前の1969年5月に国連アジア極東経済委員会エケーヘが東シナ海の学術調査を発表した際に、尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるとの報告がなされ、尖閣諸島注目が集まった。そこにアメリカが尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きが出たため、台湾も中国も慌てて領有権を主張し始めたと見られている。また、一つの中国を唱えて、台湾を完全に取り込もうとの動きを見せている中国としては、沖縄のアメリカ軍や先島諸島に駐在する自衛隊を牽制する意味で、尖閣諸島の占有が重要であり、台湾侵攻と同時かあるいは、その直前に尖閣諸島を占拠して、軍事拠点とする可能性が高いことが示唆されている。2020年、11月24日に来日中だった中国の王厚志国務委員兼外相が
24日の外相会談後の記者会見で、茂木外相が尖閣諸島周辺海域において、中国海峡局艦艇が日本漁船を排除し、領海侵犯を繰り返すことに対して、活動自制を求めたことに対して、真相がわからない一部の日本漁船が、魚釣島周辺の水域に入る事態が発生しており、中国としては、やむを得ず対処しなければならないと、反論をしたが、当時の茂木外相が、この発言を容認したかのようにスルーしたことで、物議を醸している。これらのことから、尖閣諸島問題に関しては、政治的な対話による解決は、もはや不可能とされ、中国が、着々と、実効支配への足固めをしている現状においては、自衛隊による、尖閣諸島駐在による、領有権主張と、海上保安法、及び、自衛隊法の改正による領海、領土侵犯に対する、機外射撃の要件緩和を急ぐべきであろう。